いつもタラチャンネルを見てくださりありがとうございます。今回は皆さんにご報告がありますので、こうして動画を撮らせていただいているのですが、この度私たち夫妻に双子の男の子と女の子が誕生いたしました。嘘、双子、突然。妊娠が分かった時は皆さんと一緒に喜びを分かち合いたかったのですが、妊娠中はね、とても大切な時期なので発表を控えさせてもらって、出産の発表からということにさせていただきました。最近の動画にね、ママが映ってないなとか思われた方もいるかもしれませんが、実はタラファミリーではこんなことが起こっていたんですね。こうしてね、無事に生まれてきてくれて、やっと落ち着いて時間を作ることができたので皆さんにご報告ができました。ここからはですね、出産までの日常の記録をちょこちょこと撮っていたので、よろしければご覧ください。以上、タラファミリーからのご報告でした。男の子の方がなんか汗かきそうやから、帰る回数多そう、なんとなく最初は同じだでもなんかやっぱ抱き心地とか違うらしいわ。男の方がなんか筋肉っぽいというか、なんかガシッとしとく、汗臭くなりそう。汗臭い赤ちゃんなんておるか。おるよ、匂いとか違う気がする。友達とかの抱っこしたことあるけどさ、うん、女の子の方がなんかふわっとした匂いする。あのなんかもうまだ覚えれん、コンビ肌着なんたらかんたら、名称があるから。そう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 、他にもなんか名前めっちゃいろいろあった、覚えてください。なんかみんなのバースデーってとこがいいっていう、島村系列の。見たことない。そんな用意してないよ。じゃあ連れて帰ってきて生活できるかったら何もできんぐらい。熊が男の子、アヒルが女の子。いつそうなってもおかしくないで、用意はしとけて、いろんな本に書いてある。多分そういう時に旦那にあれ買ってきて、これ買ってきてっても伝わらんでやない。まだ同じぐらいの。いやいや、でも多分私の方がまだリードしてる。あとはベビーカーに生まれてからでいいんじゃないと思ってた。なんかに書いてあったな、そんな早く買わんでいいって。なんかだってすぐ乗せるわけじゃないで。覚えとる、なんか下の方この過呼吸みたいなの嫌だ本当に。何なのこの表情。リカモンタッチ。動いてる。タッちゃんも動いてんね。タちゃん。あ、おお、無害。どっちもパパの声聞こえてるし、今の段階で何も言われんってことは。でも見てないもん、ちゃんと先生。生まれて男やったって分かった人も。この子を向いてよく動くから信頼。35の最後だ、明日から36になる。36週目です。
今一番食べたいもの。今一番食べたミルフィーユ食パン。ミルフィーユ食パンって何？なんか台湾発祥のこうやってめくって食べる食パン。インスタでめっちゃ出てくるから、うん、めっちゃ食べたい。食べた。待っといてね。ね。ぴょんちゃん行ってきまーす。たちもりよ。やちゃん、一ヶ月ぶりぐらい。よしよしよし。一ヶ月ぶりだね。入ろう。よっしゃ。あ、泣いてる泣いてる。危ない。分かったね。ママおかえり。仲良くしてね。仲良くできる？できる。できる人。怖いから。半分食い。いいよ。好きなように食べる。それでは出産お疲れ様でした。ありがとうございました。いただきます。いただきます。病院にいる間、ママが誕生日を迎えたので、ママにプレゼントを買いました。こちらプフなんですけど、リビングにある丸いプフはいつもタラちゃんが寝てて、タラちゃん専用になっているんですね。でそれは使えないのでママ専用にいいかなと思って買ってみました。そしてもう一つ、出産お疲れ様でしたということで、こちらアップルウォッチウルトラ2。ママは金属アレルギーなのでかぶれないような素材のチタニウムとかそんな素材でできているので、このアップルウォッチの中でもウルトラ2を選びました。赤ちゃんとか抱っこしていると携帯とか持てないと思うので、これがあればね電話とかもできると思うので、あんま詳しくないんで知らないんですけど、このプレゼントはね、タラちゃんからということで。
で、このタラちゃんのカバンの中に入るのに、まあ、タラちゃんからのプレゼントということで、これ。あー、プレゼント。プフ。プフ。どうしたの？いつもさ、タラちゃんに取られてるんでさ。嬉しい。わーい。重い。あー、これに座れる。そうそう。嬉しい。どうやって買ったの？ネットで買った。ほんと？高かったんじゃない？もう一個、これタラちゃんから。タラちゃんから。うん、かわいい。何これ。タラちゃんこんなんくれたの？マジで？嘘だ。何それ？アップルウォッチ。タラちゃんすごいね。タラちゃんすごい。本当に。めっちゃ冗談で、冗談やけど半分本気で狙ってはきたけど本物？本物かな？中国のやつかもしれない、中学生かもしれない。どうやってだ、その、じゃあケムで買った。嘘絶対偽物やなんかね、2週間以内だったら返品になる返品させるのもし、アレルギーじゃん。え、ウルトラにしたの？え、めっちゃ高いやつじゃない？大丈夫？あ、ついた。プラマーク。たちすごい。どうしよう。ママもアップルウォッチユーザーになれる？やったー。ありがとう、タラちゃん。